ラウファッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に属す町村である。この町は、バイエルン州北西部、アシャフフェンブルクの東に位置している。ハインのシュペッサルトが、ホーホシュペッサルトに移行する、ホアシュペッサルト地方にあたる。町の高度は170メートルから500メートルの間である。ラウファッハは、 二管区三地区で構成されている。以下に示す、括弧内の数値は2015年6月30日、現在の人口である。ラウファッハは、北から北東はザイラウフの森、東から南はハイイムシュペッサルトの森、南西はベッセンバッハ、北西はザイラウフと境を接している。いずれもアシャフフェンブルク郡に属す。ラウファハという町の名前は、 この町がそのあぜに位置するラウファッハ川に由来する。この町は地元ではラーフィッシュと呼ばれる。歴史的資料や文献に登場する、この町の歴史上の表記には以下のものがある。ラウファッハはもともとラウファホと呼ばれており、1084年のアシャフフェンブルクのセーペテロ及びアレクサンダー修道院協会の過去帳に初めて記録されている。 ラウファファ川の谷への入植は、マインツ大司教及びアシャフフェンブルクの修道三次会の大官であったリーネック博によって行われた。1380年のリーネック博の自由裁判所では、入植者は自由民として扱われていたと推測される。14世紀半ばに特権を得たガラス製造が、ュ補出ペシサルトで始まった。ガラス職人は、 聖マルティヌスの日から復活祭までの間は森から離れること義務付けられており、冬の間彼らはハイニア・ラウファッハで暮らした。こうした職人の多くは家族的なつながりからこの地に定住していった。1469年にはバイバー城の近くに鉱山が開かれた。おそらくリーベスグルンと下方にあった我らが愛する聖木一域からは銅が産出した。 30年戦争後、功績が採掘され、誘拐された。1866年の広島戦争勃発直後に、プロイセン軍とドイツ同盟軍とによるフローン方変の戦いが行われた。1862年7月1日、別クスアムとアシャフフェンブルクが設けられ、ラウファッハは、その管轄下に置かれた。1939年ドイツ国全土で、 軍の名称が採用された。ラウファッハは旧アシャフフェンブルク軍を構成する33の自治体の一つとなった。この軍は1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併し新たなアシャフ,フェンブルク軍が創設された。古くからのラウファッハ住民の努力と新しく転入した住民の要請により、 中核部に加えて新たな住宅地が開発された。フロンホーフェンとハインチックは純粋な住宅地として発展した。住民の多くはラウファッハ、アシャフフェンブルク及びその近郊で収入を得ている。ラウファッハの経済は農村型から工業都市型に変化した。現在のスポーツ広場のあたりに18世紀半ばに製鉄所が設けられた。 1850年から1854年まで行われたラウファフ派を通る鉄道路線の建設は、この町の工業的発展に大いに寄与した。駅を介して、アシャフフェンブルクやウンターマイン地方全域への重要な交通上のつながりが形成された。時代とともに、鉄工所は集約的な業態となり、ここで最高及びその他の作業を行い、 最終製品の生産まで行われるようになった。商業や手工業も古くからラウファッハにとって重要であった。手工業者から有力な業者が成長した。商業や工業のさらなる定着を目的に、ラウファッハ東産業地域の開発が行われた。この産業地域はラウファッハとハインの間にあり、広さは8ヘクタールである。ラウファッハと フロンホーンェンとの間に、広さ4ヘクタールのもう一つの産業地域が2001年に開発された。1984年、ラウファッファは900年祭を祝った。この機会に多くのイベントが開催され、おそらく一度限りの祝祭習慣を過ごした。1618年の30年戦争以前、ラウファッファは76ウンターター年、合計300人が住む村であった。 不幸な戦争の後、1651年の諸領台帳には12人の古紙と33件の家屋があると記録されている。マインツ選定校の積極的な奨励によって過疎化したシュペッサルト地方に兵士、主工業者、よそ者たちが新たに住み着いた。古い家族名は姿を消し、新しい家族名に変わっていった。 1668年ラウファッハには72個、105人の住人が住んでいた。ナポレオン時代までラウファッハはマインツ選定公領に属し、1803年から1810年まではアシャフフェンブルク公領、1810年から1813年はフランクフルト大公国に属した。1814年以降はバイエルン王国領となった。 この時点でのラウファッハとフローンホーフェンには115件の家屋に161個1451人が住んでいた。第二次世界大戦後難民たちの流入によって1950年の人口は2552人にまで増加した。1967年にラウファッハの人口は3000人を超えたがそのうち56人が外国人であった。 1978年の地域再編と、これに伴いハイイムシュペッサルトが合併したことで、この町、の人口は計4545 45人まで増加した。このうち2995人が、ラウファッハ、687人が、フロンホーンェン、863人が、ハインの住民であった。2001年半ばのラウファッハの人口は計5267人で、 ここには42カ国580人の外国出身者が含まれていた。町の中心部にカトリックと福音主義の教会がある。2007年以降、被災のハンストゥルンがラウファッハタール教区の担当司祭となった。前任者はエーゴン・ヘルツェルであった。福音主義の牧師はクリストフ・シュールマンである。1184年までラウハッハタールの住民は、 アシャフフェンブルクの上部教会区で礼拝を行わなければならなかった。1184年から1250年頃まではベッセンバッハ、1250年頃から1810年まではザイラウフに礼拝に行った。1810年11月28日、ラウファッハはハインと共に二重教区に昇格した。1812年に大きな教会堂が建設され、 1962年までキルヒベルク山頂に存在していた。1964年同じ場所に建てられた新しい教会堂が聖東マスモアに建造された。しかしこの教会堂は時代とともにコンクリートによる建築様式のためもあり、老朽化し全面改修が計画され2015年までに実現した。福音主義のペトロ教会は2005年に 設立100年を祝った。ラウファッハの町議会は20人の議員からなる。これは人口5001人から1万人の自治体に対して定められた議員数である。町議会は6年ごとに改選される。町議会では議員の他に町長も投票権を持っている。ラウファッハの町長はフリードリヒ・フレッケンシュタインである。 彼は2014年3月30日の決戦投票で CS のスベーン・クンケルに勝利した。投票率は67.3%であった。ズンガラ、赤字に、斜め十字に組み合わされた2本の銀のハンマー。その上に1本の茎から伸びた3枚の金の多くの葉。紋章の歴史、紋章上部に描かれた多くの葉は、多くの木が多いシュペッサルト地方にあるラウファッハの 地理的な位置を示している。下部のハンマーは、かつての製鉄所とラウファッハで行われていた最高を象徴している。この紋章は、1969年9月19日に認可を得た。現在は、ラウファッハに属しているかつての自治体ハイニムのシュペッサルトは、固有の紋章を持っていたが、現在公式行事の場では用いられていない。シュペッサルト山中の小さな、 マチソンハインは、アシャフフェンブルク軍の市町村としては初めて、1971年に、フランスの町サントラリーと友好、姉妹自治体協定を締結した。カトリックの教区教会である聖闘マスモア教会には、1520年頃に、ボダイジュの木で作られた重要なピエタ像がある。この像は、ティルマン・リーメンシュナイダーの工房あるいは、近しい芸術家によって制作されたものである。 教会堂本体は、1963年から1964年に、グスタフ・ハインツマンの設計に基づいて建設された。1947年から1950年に、フリート・ハイラーによって制作された、キリスト卓系群像は、先代の教会堂から伝えられたものである。ラウファッハへは、この町を貫通する、連邦道、B26 号線で往来する。 ラウファッハ駅は、マインシュペッサルト鉄道の駅であり、シュペッサルトランプの西の起点である。この駅には、重い貨物列車の運行を補助するための機関車が待機している。この駅では、アシャフフェンブルクハイゲンブリュケン線のレギオナルバーンが1時間ごとに発着する。ラウファッハでは、バブのバス路線44号線が運行している。 かつて自治体であった各地区にそれぞれ独立して存在していた3つの消防団は2004年7月1日の体制改革に伴ってデマインデラウファッハ消防団という新たな名称のもとに統合された。ありがとうございます。